こんばんは、橋本京明です。皆様、いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。私、橋本京明が直接ご指導させていただく年間講義京明塾京明勉強会についてご連絡がございます。現在のコロナでの状況下を踏まえ、安全に運営するため会場や設営に関して変更を設け、準備を整えております。これにより開始を来年1月からのスタートにすることにいたしました。京明塾京明勉強会の講義はすべて Zoom での開催となります。また年会費を少しお求めやすくし、期限を延長し再度募集をかけておりますので、どうぞよろしければ番組概要欄からご確認くださいませ。また本気で陰陽師になりたい方も募集しておりますので、番組概要欄また橋本京明オフィシャルサイトにてご確認くださいませ。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。今日はどのようなお話でこちら来たんでしょうか。僕のお客様でして、うん、その方はですね、女性の方なんですけども、10万人に1人の難病になってしまいまして、また子供さんがいるんですけども、その子供さんも10万人1人の難病になったんですよ。で、専門家お医者さんの話によると、遺伝子はそれほど関係ないっていうことなんですよ。でまたですね、元旦那さんの家系がですね、ちょっと不可解な死に方が本当に多いっていうことでして、それに関して何か病気みたいなものがあるんじゃないかっていうふうに不安になっておりまして、それで来させていただきました。よろしくお願いします。10万人に1人の難病なんですか。はい。お子様はその病気にかかって。はい。私が先になったんですけど、その後数年してから、発症しまして、それは遺伝とかではない。あ、先生曰く遺伝はあんまり関係ないという。じゃあ偶然に10万人に1人のご病気にそうですねかかったと。日本でも10例とかあんまりないらしいです。ああ、そうなんですか。何か私とか子供に、こういうこういう病気を与えてっていうのもなんですけど、それで何か何かしてほしいって言われてるのかなとか思ったり、私と息子を、そういう病気とかにならす、なんて言ったらいいんだろう、そう、させて、何か訴えているのかなっていうことがずっと気になってまして、先生、その例えばそのご自身 その血縁が何か関係してくるってことあるんですか。今までそういったケースって少ないんですけど、稀にやっぱりあります。なるほど。ただそのご主人だけがっていうことはないと思いますので、もしかしたらここの大渕が一番関係しているかもしれません。はい。ちなみにそのご主人のお家系なんですか。どのようにおかしい。ですね。まず主人のお父さんのお父さんだから、主人はからしたらおじいさんにあたる方が、首吊り自殺。それで、主人のお父さんにあたる方の弟さんが、手首を切って自殺、弟さんがすごいハンサムで、布施明に似てるようなすっごいいい方、かっこいい方だったらしいんですけど、だったんですけど、と手を出したっていうか、不倫関係になりまして、それで
最初にその女性が亡くなったんです、うん、あの全部あのそのにバラしてから、はい、それで いられなくなったんでしょうね。手首を切ってお風呂で自殺してるところを奥さん見たんですけど、うん、もう死なせてあげたっていうような話をしてました。助けないっていうか、うん、その女性の方は何で亡くなったんですか。何自殺だか分かんないんですけど、とにかく自殺あのされたっていうのは聞いてます、うん、主人の、おばあちゃんにあたる方はトイレで孤独死、それでその後あの主人のお母さんが原因不明のやっぱり私たちみたいなあの難病みたいなステロイドを使うような病気になって、うん、ステロイドを使ったら、うん、あのすごく具合が悪くなっちゃってしてるうちにあの脳梗塞になって、うん、半身不随になって、うん、でお父様が一生懸命あのお世話してたんですけど、うん、結局ね、あの面倒見きれなかったのか熱中症になってしまって、うん、あの亡くなりました、うん、すごいですね先生、うん、あまりにも、うん、そういうなんて言うんでしょうかすごいので、うん、それであのお墓を見に行ったらですね、うん、あの孤独死したおばあちゃんっていうのが、うん、おじいさんの5歳さんで、うん、それでその5歳さんとあの主人の 母親が仲があんまり良くなかった、うん、でちょくちょくあのおじいさんが亡くなった後あのお手伝いには行ってたらしいんですけどあんまり仲が良くなかった、でちょっとあのして行ったら死んでたという話でした。それであんまり仲良くなかったのに、うん、お墓の中に隣同士にあの亀に入れ、お墓が小さいので、うん、亀に入れないでお骨をそのままこう置くような形にしてるみたいなんですけど、うん、隣同士であのその お骨の上に遺灰が乗ってあのその孤独死した方の遺灰が乗ってました。で、何がいい何て言うんでしょう、すごいですね、尻が一点気になったんですけど、元旦那さんのおばあちゃんがトイレで孤独死って言ったじゃないですか、はい、原因は何だったんですか、亡くなった原因は。あ、なんかあのトイレでなんか急に倒れただかなんかだと思うんです。あのトイレに座ったまんま、うん、あの亡くなってたということだったので。誰が見つけたんですか。あのお母さん、うん、仲が悪かったお母さん行ったら、うん、あのトイレで亡くなってた、うん、それがあのおじいさんが首吊りをした1年後ぐらいだったっていう話は聞きました。あの元旦那さんと離婚した時期って何歳ぐらいの子、はい、私ですか、はい、何年前ぐらいですか。10年ぐらい前ですかね、うんうん、今の病気って何年前かなんですか。今の病気が発覚するにあたってはその離婚してた1年後か2年後に、うん、あの急にあのだったんですよ。それであのおかしいなって言って、うん、それで行ってそれ4年ぐらい経った時にまた他の症状が出て全部あのこう結びついたっていう形で、あの難病っていう形に、あのずっとあの子供の頃から あの扁桃腺の手術をしたり、あの虫垂炎の手術をしたり、胆石、解離性脳動脈瘤、狭心症、あとは
あ、がんですね。がんを2回やりました。でもなんかみんななんかとってもいい先生に巡り合って、もうがんはゼロ期とかそういう時に見つかって、もうあのがんの専門医のところでもうこれがゼロ期だって覚えとけっていう研修医の先生たちに言ってたくらい、みんななんか寸前で、私の場合はあの重く、だからあの解離性脳動脈瘤もこう破裂したらくも膜下で死んじゃったところなんですけど、あのそれもうまいことあの大丈夫で、あのなんかこうなんかこうガンとくるんですけど、こう救われてる、ガンとくるんですけど救われてるっていうのでずっと今まで来た気がして、だから誰かが何かを私に何かを、私が何かあの困れば、何かいろいろ先祖のことも考えてくれるかなって言われてるのかなみたいな、ずっとそういう思いが今まであって、それで本当にもういろんな占い師さんのところに行ったり、あの霊能師さんのところに行ったり、もうそれでもう先生を見つけて、もう先生にお会いしたいお会いしたいってずっと思ってたら、こういう機会をいただいて、本当になんかこれもなんかあのご縁で、あのなんとかしてほしいってあのご先祖様が言ってんのかなと思って、そう霊能師の方に見てもらってきて何か言われたんですか？うん、私の病気のことは、その胃が悪かった時とかは、あのその自爆霊浮遊霊っていうのがあなたの中にこう4人ぐらい入ってるので、なんかずっと胃がおかしかったでしょうっていうふうな言われ方をしたり、その時はあの胃潰瘍が3個固まってできてて、あのがんの専門の先生が若いのにかわいそうだって言って一生懸命やってくれたりして、この家系のご先祖様がなんか武士だか何かで、それであの6人こう刀で切って殺しちゃったっていうのを、1人の霊能師さんに言われて、その後あの別の霊能師さんにすごくその人はあのすごくズバリ当てられる方で、その人に見てもらったら6人じゃないよ7人だよ、最後の1人は赤子で刀でこうやってあの刺して持ち上げてるっていうことを言われたっていうのをあの聞きました。なのでそれでその松平まで呪ってやるっていうふうにそのやられた方たちが言ってたっていうのを聞いて、 あのうちの家系あの男子があのあんまり出てこないんですね。それであのもう私の子供、他にあんまりいないのでもう耐えちゃうので、あのなんとかそのなんとかそのこの松代まで呪ってるっていう人たちにをこう沈めていただけたらっていうか、沈めるにはどうしたらいいのかな、あの成仏していただければなと、何か私にはできないかなってずっと思ってたのが、あります。それで息子も今の病気にかかってあの治療してるので、ちょっと子供ができにくいっていう話はされてるので、また息子もそういう運命になっちゃうのもかわいそうだし、だからちょっと本当に今私が
こう何かしなきゃいけない時期かなと思って、うん、それでもう本当わらにもすがる思いで、あの先生のところに伺いました。先生、今の話を聞いていかがですか？そうです、まだ何も来たばかりで何も分からない状況ですけど、うん、頑張ってみます。で、気になったのがですね、お家の中に能面ってありますか？はい、能面って言いまして、はい、人のこう形をしたようなお面ってあります？お面、もしかしたらあの床の間にあるかもしれない。それをかぶっていた人がいまして、はい、白いシャツを着ていた、おそらくこの肉付きから見て男性なのかなという人もいまして、はい、あとは猫が何匹かこう先から通ってたり、ワンちゃんの霊が通ってまして、あんまり良くない死に方をしてるのかなと思っちゃいました。ワンちゃんとか猫とか、はい、このお家で死んだ猫とか犬っていうことですか？ここに来るってことはおそらくそうなのかなっていうのがあります、うん、こちらでワンちゃんとか猫ちゃん結構亡くなったことってありますか？あります。何匹くらいですか？そうですね、あの何匹、30以上。あのそうですね、あの亡くなったと思います。そんなにいっぱい？あ、そんなには亡くならないです、はい、どれぐらい亡くなったか分かります？おおよそこのぐらいなのかな。およそ中に、生まれた子が亡くなっちゃったり。ああ、それはでも、まあ、子犬だから仕方ないですもんね、そういうのは。あの、あとなんかあの餌が喉に詰まって亡くなっちゃったり、うん、そういうのは。猫もいます？猫はおばあちゃんがよく餌をあげてたっていうのは聞いたことがある。うん、この辺で例えば地域で謎の猫がですね、なぜかたくさん亡くなるんだよとかってのはないんですか？あんまり聞いたことないんですけど、あの交通事故で亡くなったのはこのすぐそこ、あのそれもすごい亡くなり方をしているのは見ました。ご飯とかでこう何か食べて亡くなったっていうのは特に何も。そうだ、あの私飼ってたんですけど、外で、あの変な亡くなり方してます。あのきっと近所の方が毒を持ったんだと思う、うん、お腹パンパンになって全然元気だったのにな、うん、あの犬がな、うん、そう、うん、亡くなってます。あのそこのあのあのお外に飼ってたんですけど、うん、なんか前から変な方がいて、うん、それでなんか入ってきてたんですよ、家の中に。うーん、 その方今も現在なんですか？はい、それでなんか口から血を流して、そワンちゃんが、ワンちゃんが、うん、それでお腹パンパンになって亡くなってたり、うん、それは亡くなってから病院に連れていかなかったんですか？どういう亡くなり方とか最初は分からなくて、なんで亡くなっちゃったんだろうと思って、あの火葬はしに行くんですけど、でよくよく考えたら、あ、なんか、玉ねぎを持ってやるとか何を持ってやるとかって前から言ってた人がいるんですよ。なのでもしかしたらと思って、あの勝手に入ってきて、あの逃がしちゃったりして、
ワンちゃんを。ワンちゃんを。それでもうだいぶ遠くの離れたところの池で、あの池の中に入ってましたって言って警察に届けたら、あの、うん、見つかった時が警察、あの池の中で、あの見つかりました。大丈夫だったんです。あ、それ生きてましたけど、うん、その方なんでそんなひどいことするの。なんか2人いるんですよ、はい、どっちか分かんないんですけど、うん、なんか最初にそうなったきっかけってあるんですか。いやちょっとこうバンちゃんがこう粗相してしまったみたいな。いやなんかもともとあのちょっと問題のある人で、うん、あの自転車のタイヤをパンクさせたり、私も車のタイヤ1週間で2回パンクしたので、うん、絶対おかしいなと思ってそのタイヤを持って警察に行こうと思ったんだけど、ちょっと何とも言えないからタイヤだけあの倉庫に入ってるんです。周りの方もそうなんですか。パンクされてる。あ、そうですそうです。へー、ね、だからその2人がいてどっちもあっちがやったこっちがやったって言ってるので、ご近所の方はその2人をこう、はい、まあ、愛しんだりは。そうですそうです。うーん、ほんであのその2人はよく警察を呼んで、あの人があのパンクさせたって言ってやってます。ちなみにあのおいくつぐらいの方なんですかその2人って。一人は60から70、うん、でもミニスカート履いて、うん、女性なんですか。生足出して、うん。